葉を食べる鹿とその子供草食動物とは、生きている植物を主な食物とする性質、すなわち草食性を示す動物のことである。植物食動物とも言われる。葉もぐりが葉の組織を食べた後白亜紀から草食動物が存在していたことを示す。化石草食動物は、腰植物も含めて植物体やそれ由来の物質を、 食べる、食食性の食食動物に含まれる。現在では、系統分類学的問題から植物と切り離されているが、同じ一時生産者である藻類を食物とする、模食動物も、生態学的、生理学的にはここに含めて考えることが多い。競技には、植物食動物のうち、藻や木の葉など、低タンパクな難消化性の繊維質な、生きた、 植物質を主な食料とする動物のみを装飾性。より競技には、稲科を中心とした、草本植物を主に食べる動物のみを、装飾動物という。草食動物は、一時生産者である植物を直接利用するので、一旦食物網の中で動物を経由したものしか食べられない、肉食動物より、個体数、バイオマスともにはるかに多い。 したがって、肉食動物には、草食動物を主要な食物とするものが多く見られる。通常、植物しか食べない草食動物として思い浮かべやすい動物の一つは牛であろう。牛は、他の動物を捕獲することに適応した形態や器官を持たず、草をすりつぶすのに適した歯は、動物の肉を切り刻むことが困難である。 動物質の食物も消化吸収は可能で、そのため効率的な成長を目指す近代牧畜ではしばしば配合飼料に動物質成分が添加される。しかし、草食動物とされる動物も卵や時には舌や昆虫のような他の動物質の食物を摂取することがあり、うさぎ、鹿、カバ、パンダなどの草食動物が 動物の死肉を食べることが報告されている。冬場などの餌の少ない時期に、タンパク質の摂取量を増やすためや、リン、塩、カルシウムなどのミネラルの不足を補うために、動物の肉や骨を食べるのだと考えられている。植物食生動物を肉食動物と比較した場合、生態上、最も大きな違いは、食物が逃げないことである。 このため、草食動物の武装は、食物を捕獲するための装置ではなくもっぱら防御、性闘争用である。つまり、草食動物の武装、牛や鹿、カブトムシの角、毛虫の毒、シロアリヘイアリの顔線や発達した大顎などは、生存に必須の機関ではないため、それを持つことが必要な生、機関、階級のみ保持している。また、その武装は、 当たり前のことであるが、相手を捕獲、殺傷することではなく、退散させることに主眼を置いて構築されている。蒸気の生物の武装も、他生物の捕獲には不便である。一方、肉食動物の武装、狼や虎の牙や、爪、毒蛇の毒などは、防衛にも使用することはあるが、まずは捕食のための機関として発達していることが多い。 つまり生存に必須なため大抵は私有老若で同様のものを持つ。もちろん、これらは一般論であるため例外は数多く存在する。草食動物の感覚器官はもっぱら警報用であり、鋭敏ではあるが、正確さは重視されていないことが多い。それが最も顕著に出ている有名な例は目のつき方であろう。多くの草食哺乳類では、 両眼視ができる、イコール相手の距離や大きさが正確に分かるのは、視野のうちのほんの一部かつ、それは、網膜の周辺部であるため解像度が悪いが、視野そのものは広い。しかも長い首により高いところから見渡せるので、肉食哺乳類よりも、はるかに広い視界を持つ。運動器官も同様で、もっぱら闘争のみに特化している。 例えば牛や馬の持つひずめは走るということにおいては、狼やチーターの足よりも効率が良いが、もはや走ること以外には使えないといって差し使えない、ものである。同じくバッタやウサギの強大な後ろ足は大きく飛んで、相手の目くらましを行うには便利であるが、特定の場所ないし、獲物に飛びつくには不便である。運動、視覚、聴覚は、 食物の獲得への寄与は低いためか、毛虫や鉄砲虫、油虫、ウニ、貝など防御を、闘争や闘争に頼っていないものでは揃って発達が、悪いことも多く認められる。また、一般論として、脊椎動物における大脳や昆虫における、本能的行動の複雑さなど、思考的部分の発達程度は肉食性の低い、ものほど劣る傾向にある。 これも、食物の獲得にいわゆる、頭の良さの寄与する程度が低いことによっていると思われる。植物の体組性は、動物のそれとは大幅に異なるためそれを補う、必要がある。例えば陸上緑色植物は通常、NACL は極めて含有量が少なく、軽岩量が多いため、NACL を大量に必要とする地上性。 草食哺乳類はこれを別途摂取する必要がある。植物性の食物は通常低タンパク質である。このため、動物食のものと比較すると量を食べる必要がある。また、ビタミン類は動物と比較して多く含まれるため、特に新鮮な植物を接触するものでは、ビタミン類の一部の合成能を失った種が数多く認められる。 糖質も部位によっては過剰に含まれるため、アブラムシのように過剰糖類を排泄する気候を持つものもある。植物は逃げないが、食害から逃れるために通常難消化、かつ低栄養となるように進化している。穀物や喧嘩類は一般に無毒かつ、液消化生成分含量も高いが、極めて硬い。しかし、これを消化できるほど、破砕能力が高い動物は、 多くない。他の部分ではさらに果実や種子などを除くと大半の糖類が難消化性の細胞壁成分となっている。動物は消化器官にタンパク質やデンプンを分解する酵素は持ち、植物の細胞の原形質成分は容易に消化吸収できる。が、多くの動物は植物性の食物の主要な成分であるセルロースやヘミセルロース、 リグニンなどの細胞壁成分を分解するための酵素を持たない。また、セルロースなどで構成される繊維は丈夫で、さらに機械的障害で防御しているものも多く、物理的な破砕そのものも困難である。このように物理的に硬い酵素式を咀嚼、破砕する歯の継続的な摩耗に適応できるようになったものも多い。ネズミ、ウサギなど、モンシのように伸び続けるもの、 ウの薄葉、巻貝類の死絶葉や、食食性昆虫の大顎などのようにスペアを多数用意するものなどがある。これほどでなくとも、人の大臼死はすりつぶし能力が高く、セルロースが高度に結晶化した部位やシリカを集積したような部位でなければ破砕し、細胞質成分を消化できる。さらに、化学物質や、これに対する対応も必要である。 例えば、油のラ植物に含まれる、イソチオシアネート類や、ネギ科のアリル化合物類、カフェイン、テオブロミンなどは、かなりの動物に対し猛毒であるが、人では、接触するに問題ない程度に無毒化できる。また、人の器用な手と頭脳の組み合わせは、多くのッシや硬い外皮毒成分などを効率よく除去できる。以下に、消化の観点から、適応例を分類した。 便宜的に分類したがもちろん複数のケースにまたがった適応を示す動物も多い。例えばシロアリの一部は1、2、3から1、3から2から3にまたがった適応を示し、細胞壁成分を含め植物性食物を高度に利用できる。しかし、シロアリ類は化学物質に対する適応程度は低く、生植物はほとんど利用しない。ただし、これに頼る。 植物食動物は競技の草食動物に含めない。基本的な接触パターンや消化器構造は、昆虫食や肉食のものとさほど変わりがない。基本的には肉食のキツネやクマ、昆虫食のネズミやリス、ほとんどの鳥類、雑食である人間を含むサル類、歯管液を接触する、か、カブトムシ、アブラムシや、セミ、種子を食べる、ゾウムシ、 カミツを食べるハチドリ、ハチやチョウが相当する。ヘミセルラーゼセルラーゼ、特にセルラーゼを自ら生産できる動物群は少ない。巻き貝2枚イを含め貝類がセルラーゼヘミセルラーゼを分泌することができる。このことにより貝類は、海中から砂漠まで何所でも認められるほどの大繁栄をしている。研究が進むにつれシロアリ類、装飾。 デトリタス植生のエビ類、ウニ類などもセルラーゼ、ヘミセルラーゼを持つことが明らかとなった。リグニンを自ら利用できる動物は知られていない。特に高分子のリグニンを利用できるのは微生物とは言えない白色腐朽菌に事実上限られる。ヤギなどの半数動物でもリグニンは利用できていないとされている。動物がリグニンを利用する場合は、 対外共生生物に頼らねばならない。我々人間は植物を草食動物やキノコなどの他の生物に餌として与え、その生物を接触することによって間接的に利用している。白アリ類やハキリアリが植物を集めてキノコを栽培する例が知られている。白アリでは材に水を運搬し普及させながら接触するものもある。また、 キクイムシは菌類を木材に摂取し、その菌により普及した部位を接触する。人が利用する、シイタケ、エノキタケ、マッシュルームなどを含め、これらの菌類はすべて白色普及菌である。落としみは葉を巻いて発酵させたものを、幼虫の餌とする。体内に分解用強制生,生物を養う器官を、発達させるものである。体が重くなるため、鳥類や、 昆虫の成虫などの飛行のため、体を軽くする必要のある生き物では、例が少ない。分解用強制生,生物を養うため、体が大きく高い体温を保つことが有利なため、哺乳類の多くが属する。白アリや木ゴキブリもこれに属する。これには大きく分けて二つのタイプがある。すなわち、自身が、消化吸収し、 残りを強制微生物に利用させるか、まず接触したものを強制微生物に利用させ、その後に宿主が消化吸収を行うかである。双方ともに利点と欠点がある。多いのは前者であるが双方を行うものもある。強制微生物は植物に含まれる毒の下毒も行う例が知られている。また、在食性シロアリの一部のように、 窒素固定をも行わせ、植物体には相対的に少ない有機体窒素を補う例もある。アブラムシでは接触する、歯間液に欠けている必須アミノ酸やビタミン類の一部を強制微生物が合成する。我々、人間もこれに当たる。利点は、まず宿主が利用できるものを先に吸収できることである。欠点は、 強制微生物の菌体は利用されずに糞として排出されることである。宿主が強制微生物から得られるものは、主に嫌気発酵により放出された低級脂肪酸であり、いわば強制微生物の食べ残しのみである。宿主はこれらを吸収して、高気呼吸によりエネルギーを得る。こういう仕組みであるため比較的タンパク質含量やデンプン、 脂肪含量などが高い食料を接触するものが発達させる。馬、豚、犬など反数しないほぼべての哺乳類が該当する。哺乳類では大抵は、毛腸、結腸、大腸などを分解用強制生物を養う機関とする。哺乳類で植物植生が強い場合は、馬のように大型生物では結腸を、コアラなど小型のものでは猛腸を発達させ、 咀嚼粉砕する能力が高い。よく誤解されるが、馬は草のみでは、体の維持は困難であり、穀物や芋類、株、豆か牧草などの容易に消化できる飼料を必要と、する。コアラは、ユーカリの葉のみで、体が維持できるが、極めて不活発である。また、人間のセルロース利用能力は、意外に高く、粉末にしたセルロースであれば、 ほぼ100%分解利用される。嫌気発酵により放出された低級脂肪酸を利用するだけでなく、繁殖した強制微生物の菌体も消化吸収する。また、強制微生物による下毒もある程度は期待できるため、接触できる範囲が広がる。欠点は、強制微生物が先に食物を利用するため。 いわゆる栄養価の高い食料を接触した場合に無駄が多くなることである。そのため、果実や肉類などの液消化性の食物を大量に食べると、消化器内で異常発酵を起こし、最悪の場合死亡する。このタイプのものは草や葉など、いわゆる栄養価の低い植物を主に食べるために進化した。競技の草食動物はこのタイプに属するものが多い。 ヤギや羊のように髪や稲わらのような極めて劣悪な飼料を効率よく利用できるものも存在する。素高な飼料を微生物が利用しやすいように咀嚼粉砕する能力が高い。代謝の過程でできた老廃物を分解用強制生物を養う器官に分泌し再利用する機能を持つことがある。例えば牛は尿素を半数中の唾液や半水に分泌し、 強制生物はこれをもとに、タンパク質を合成し、タンパク質を含めた強制生物を消化吸収する。該当する生き物は牛、ヤギ等の玉ひずめ類のほとんどや、コロブス、ナマケモノなど、食道内し全部の変形した餌の貯蔵部と、すりつぶし能力に優れた後期を持つ。一部の玉ひずめ類では、半数位と口の間を食物を往復させ、 咀嚼し直しながら強制微生物の繁殖を促す。ナマケモノ、コロブス、カバなどでは半数は認められていない。ルミノコッカス属やフィブロバクターなどの細菌がセルロース分解能力を持ち、牛などの草食動物の胃などに生息する。草食動物が草を餌にできるのは、植物の繊維を細菌が分解して動物が利用できる形に変えているからである。牛には、 胃が4つあり、第1位から第3位までで接触した植物を餌として微生物を培養し、尿素等の窒素分も分泌して微生物によるタンパク質合成を助けている。第4位では胃酸で培養した微生物を分解、消化している。さらに腸に送られ、消化酵素により炭水化物、脂肪、タンパク質を消化、吸収する。 お乳類の大腸やルーメンでは各種細菌が食物の中のセルロースやヘミセルロースを嫌気発酵しプロピオン酸やラク酸などのタンクサリ脂肪酸を生成しておりこれが食食性動物の体内では重要なエネルギー源となっている牛などの半数動物は第一位で生成された糖質の発酵によって大量のプロピオン酸を生産する半数動物の場合は セルロースを分解するバクテリアが胃の中で糖を気発性脂肪酸にしてしまうので、プロピオン酸からの糖新生は特に重要な代謝である。必須脂肪酸である、オメガマイナス3脂肪酸のアルファアリノレン酸は、紅葉植物の葉のチラコイドの膜組織からも得られる。実際、ほうれん草やチンゲン菜などの青物野菜からアルファアリノレン酸が検出されている。ゆえに、葉は、 草食動物の格好のアルファアリノレン酸の供給源となっている。同じく必須脂肪酸である、オメガマイナス6脂肪酸のリノール酸も同様に草に含まれている。また、ビタミン A、E は草から摂取し、ビタミン B 群、K は腸内細菌が合成し、ビタミン C、D は自ら合成できる。蒸気2社を組み合わせ欠点を補うものである。 大抵は、粉色を伴う。キゴキブリや、シロアリ類及び哺乳類では、ウサギ類やモルモットが該当する。一度食べたものはまず宿主自身で、消化吸収し残りを発酵させる。これを、もう一度、食べ強制微生物の菌体を、消化吸収する。栄養価の高いものから低いものまで幅広く、効率的に消化吸収できる。キゴキブリやシロアリでは、 お互いの糞を食べ合う。また、一部の白アリや、ハキリアリでは排泄物を体外強制菌に与えることを行う。ウサギルやモルモットでは発酵させたものは一旦、何糞として排出し、すぐに接触する。それでも残ったものは、興奮として排出する。これがよく見るコロコロのウサギの糞である。ちなみに、食料が欠乏するときは、この興奮をも接触して、 利用率をさらに高める。このことによりウサギ類は真の装飾高温動物としては異例の小さな体を持ちしかも繁栄することに成功している。シロアリはセルロースリグニンともに高度に利用できる数少ない昆虫類の分類群として繁栄している。分解用強制生,生物を養う器官を発達させたり、 発酵のために食料を体内に滞留する余地の少ない小型生物が主に属する。極めて栄養価の低い木部を染色する、カミキリムシの幼虫も含め、ガの幼虫やバッタなど、草食昆虫の多くが該当する。かなり得意な例としては、パンダもこれに属する。顔料の低いタンパク質やトールを必要量を得るために大量に接触する。消化器官の見かけは、 多少頑状になっている程度で、さほど特殊化していない。大量に食べる必要があるため、大抵は食物をすりつぶすなど緻密な破砕をすることも、ない。粉流には原型そのままと言ってもいい木くず、葉片などが含まれる。ただし、餌とする植物の種類が限られているものが多い。これは大量に食べる必要から、植物の持つ防御化学物質。 機械構造などの防御機構に対する対抗策を、それぞれの餌植物ごとに高度に発達させる必要があるためであると思われる。このため、毒性の強い植物を食べるものほど強食性である傾向がある。餌の水分含量、運動量の違い、成長や繁殖等が影響するため、どの食事型であれば、どの程度の量を接触するかを厳密に比較することは、 困難である。が、参考例を挙げると、人に飼育され労液などを貸さない場合、パンダが1日あたり 40kg もの竹を接触するのに対し、同程度の体重の単位、結腸発酵型の馬ならば5から 10kg 程度、半数動物であるヤギや羊は3から 6kg 程度、雑食ないし肉食の犬であれば1から 3kg 程度である。 ちなみに体重 4kg 程度のうさぎの飼料要求量は50から 150g 程度であり、体重が2から3桁小さいこと、植物食であることを考え合わせると、極めて効率が良いことがわかる。昆虫でも同様で、6g の開口割れ養虫の日当たり接触量は1から 3g であるが、 3ミリのイエシロアリ、り偽食アリでは0.05から0 1ラムであり、体重あたり、接触量の桁が違う。クワの葉と材木の消化しやすさ、有機窒素含量の違い、そして、両者の体重が3桁違うことを考え合わせると、細胞壁成分を全く利用しない解雇と、後には、無機塩しか残らないとまで言われるほど、 徹底的に利用する白アリとの違いが際立つであろう。なお、草食動物は傾向として肉食動物よりも太ましい動体を持つことが多く、そして単弓類から恐竜に至るまでおおむね共通している。これは、どのような消化戦略を取るにしろ、植物を消化するには消化器が長い方が有利だからであり、そうした動体には、 大抵の場合巨大な蝶や胃が詰め込まれている。セルロース分解構素を持つ生物。ただし、これに従えば、モンシロ蝶の幼虫も牛も、草食動物には含まれないが、一般的には、デトリタス食や、剣脈食である多くの2枚以外が、草食動物に入ってしまう。医学生物学的な文脈以外では、通常使われない。草を食べるしか。ありがとうございます。